ません。すいません、どなたかいませんか？はい、ただいま参ります。シュール？な、なんで？なんでこんなとこ来たの？え、いやちょっと一人旅でもしようと思ってさ。お前こそこんなとこで何してんだよ。それはここにバイトしに来てるの。それだけ。悪い？いや別に。とりあえずここがあんたの部屋。今準備してあげるからちょっと待ってて。私古文とか全然やってないんだけど。何すんのよ。何がおかしいのよ。いやだってさ、反応前と一緒。はあ、何なの、意味わかんない。だいたい昔からさ。うわぁ、何花見ながらニヤニヤしてんだよ。うるさい、この花好きなんだから別にいいでしょ。どうせ似合わねえとか思ってたんでしょ。バレた。バレバレだ、バカ。そういえば明日はナナの誕生日か。チュー。おー、あ、なんだよ。なんだよってひど。あのさ、今日暇？いや今日はちょっと用事があるんだ、ごめんな。そっか、うん、わかった。じゃあまたね。おう。ナナちゃん、転校したんだって。マジで？どこ行っちゃったの？さあ、よくわかんないけど、遠いとこらしいよ。北海道とか沖縄とか？あ、寂しくないよ。ねえ、花火 しない？しょうがないな、付き合ってやるよ。私この花火が一番好き。これただ色が変わるだけだろう。俺は打ち上げ花火が好きだけどな。それもいいけど、これ不要に似てると思わない？朝から夜にかけて色が変わる夏の花よ。
ほら、私高校の時育ててたじゃん。人の心もこんな風に変わってっちゃうのかな。なんてね。はい。お、サンキュー。どうせさ、ここに来たのも親と喧嘩でもして、家出して電車乗った寝過ごして乗りすぎちゃったとか、そんな理由なんでしょ。ほんとお前って俺のことなら何でもわかるんだな。まあね、私を誰だと思ってんのよ。俺はナナのこと全然わかんないけどな。え？なんで何も言わないで行っちゃったんだよ。だってそれは何もあの日に行かなくたっていいだろう。お前の誕生日に。君と夏の終わり、将来の言おうとしたよ。でも週に用事があるって断られたから。本当はずっと前から言わなきゃって思ってた。けど言い出せなかった。ごめんね、勝手になくなって。それとね、会えて嬉しかった。帰り道の交差点で声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンの中を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。シュシュ。ああ、これマミが…マミ、急にどうしたの？私もうバス乗るとこだね。シュウ君がゴミ箱に捨ててたのを見て、もしかしてって思って。やっぱり違う。そうだよ、それを買うためにはあの時断るしかなかった。遅くなったけど誕生日おめでとう。本当に遅いっつうの。今日さ、久しぶりに柊に会って、正直ちょっと複雑だった。なんで？だってこんな風に昔みたいに喋れるなんて思ってなかったから。俺は不要の花じゃねえんだから。そっか、そうだよね。あとね、ん？本当はバイトじゃないんだ。ここに住み込みで働いてる。
そんなことだろうと思った。なあなあなあ、うん、俺ちゃんと家に帰るよ。うん。